秋きおもりクラブ第五回本日はソニー株式会社元会長兼 CEO の井出井信之さんにご出演いただきます井出井さんはお仕事そしてプライベートでも森田あきおさんと親しくされていたと伺っておりますのでぜひそのあたりについてもお話をお聞かせいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはいどうぞ早速なんですが、えー 井出さんとソニーそして森田明夫さんの、えー、出会うきっかけなどもしエピソードあれば教えてくださいい <laughs> そうですかはい、僕は1960年にソニー入社なんですけどもだから1959年の夏,夏,夏休みのにあの人事部の面接に行ったんですねでその時まあ終わってから樋、まあ、口さんという人ですけど、まあ、もうちょっと偉い人に会いませんかっていうふうに言ったんですよ。<あ> <laughs> 人事の方に、うんはい 人事そしたさあどうぞ」なて言って,てであのまあぼろやですけど何か、まあ、木造だったかな、うんうん、そこの部屋に通されてなんか森田会長いや伊武川会長と森田副社長というのが森田あ社長かなお、うん、られて面接,面接をされました。 えそれはどなたでも普通にそうやて面接にお二人にお会いすることなんていのできなかのいや僕知りません、ええ、それでえ突然行かれててておっっししゃってましたいや君は何をしたいんだねとか、はい、そんなことで,、ええ、で僕はだからそのソニーに引かれたのはこの半導体プランディスタを早慶戦で行った時にもう前に使ってたパナソニックよりもものすごい小さくなっちゃったんでいやこれはどこでは作ってるんだって。 ば東,東,東京通信工業という会社、はい、それを初めて知ってそれでその東洋経済に、はい、あの,あの親父のコネでアポを取ってでソニーのこと聞きに行ったんですよ。そしたらソニーはいい会社で技術もいいけども、まあ、人があんまりもう少ないんじゃないかなというからあこれはしめしめと思って、うん、それで行ったんですね。で僕はあのあのヨーロッパが好きだったもんだから。 あのまあ卒論なんかわざわざ,わざ卒論もヨーロッあの世界の,このまあ経済的な機構みたいなことに書いたんでそれで僕はヨーロッパに行きたいんですっていうことで行ってしかも会社入ったから1年あの会社休んで私費で留学したいんですけどどうでしょうかって言ったらばそうかそうかってか2人でなんかヨーロッパの子をや,るや,りやりたいって人が少なかったんじゃないかな。 うん、ちょうどあの伊井さんが入社された年に確かソニーアメリカが設立されて皆さんやはりその頃はきっと、うん、本当にもうアメリカの方に向かれてた時に伊礼、うん、さんはそのヨーロッパでもねそれで僕はすぐですあの,あの今の言葉で何て言うんだっけインターン、ね、インンターに行ったんですよね。はい じゃそこでまあインターンをされて、もうその次の春春にはもう入社をされたあそうですということなんですね。えーえー、そこからえっ、ー、とヨーロッパに行かれるというのはえっ、ー、と一年後ですね。一年後に、えーえー、でその後留学もいやそれはまああのソソソニーで一年間ねその少し調査しようと思ったんですよ何をどういう知識を持てばいいかとか、うん、どうだとかいうそしたら英語がのまず 必要だということと、それから金融のこと、まあ金融のイノベーションやってたんですね。そのね、アメリカのあのニューヨーク市場に上場するんで AADR っていうね、いう仕組みをやってたのを初めからこう見てね、あこの会社は英語と金融との知識と技術とこう三つだなというような。うんうん そこから、えー、とその後2年目に留学を休職されて、ね、そうですそこで、えー、とそれが終わってからすぐにまたいや終わってからってねそこ行って僕は博士課程にいたんだけど、はい、なんかねもう全然文化が違うんだよなだからラテン語であの卒業式はいや博士課程の終わったら高等芝は ラテン語だって言われた、らこれはダメだと思って。あ、でも本当にもうアメリカとはもう全く違う。いや違いますね。すねきっとそのまあ東京通信工業の中で、まあ、そういう形で留学されたということ、本当にもうエキスヨーロッパのエキスパートになられたような。いや、そのその頃もソニーヨーロッパという会社ありました、ソースァという会社がありましたからね。はい。その後そちらの方にも行かれた、うん、まあそこにいるまああの学生の時からのレポートを書いてあげたり。 そのヨーロッパのトップが日本に戻るときに演説するとき何がいいかみたいなことであのチーフ差し上げてたんで終わってからすぐそこに行ったんですね。うん、それはやはりあのモリさんからなんか直接ヨーロッパにいっていうの方に。いやもう全然関係ないです。ですね、ええそんなもいち遠い偉い,い方には語その後えっ、ー、とソニーはそのソニーまあイギリスドイツそしてフランスにそれぞれえっ、ー、と現地法人を。 作ることになったんですが、うん、イデイさんはその中でフランスのそうですソニーフランスの設立をされたということで大変なんかご苦労されたというのをお伺いしたんですがそれは最初にやはりイギリスドイツが立ち上がってその後に要するに、ね、フランスはねあの日本に対して輸入制限もあったしねもののそれからで直接投資というのはもう禁止っていうようなことでね。うんうん そこでじゃあそのフランスでの唯一の,その設立の方法というのをいろいろとこう模索されてえされたと思うんですけどその時森田さんはフランスに来られたりですか、ね、いやまだそんなお用意した時は全然来られませんじゃあもう全くお一人でもそれを開拓されて立ち上げたということなんですねその後じゃあ森田さんがフランスに来られた時、ね、あその前にね,ねソニーフランスを作る前に僕はそのソニーシャンゼルゼにね ソニーのショールームを作るっていうことでその時は森さん何回か来てもらいましたショールームというとニューヨークでも作られてそうですね世界で二番目なんですよねい思い入れが森田さんにすごくあった場所です、ねうん、いや私にあったんですえっと、シャンデリゼのそのショールームに関しては森田さんから直接なんかこういうのをしたいとかああいうのしたいなんかありましたかいや別にないですけどべてじゃあ,あの。 任せるからやってくれみたいないやそんなこといちいち OK なんか取らなくてやったんですけどそうなんですねだって離れてるもう教科がこんなにそうです、ね、今だとメールとか電話で一本でできますけどその頃はやはりいちいちだって聞いたりすると怒られるじゃないですか <laughs> 怒られちゃんですね <laughs>、えー、聞かないでやるのが一番ですよ、うん、パリに行かれた時って当初なんか左遷的になんか行かれたみたいなこと書かれてたんですけどないや,いやそれはね大賀さんと大喧嘩になっちゃったんですよ 大賀さんと喧嘩されてしまった、うん。そう。そ,それはえっとフラ,ン、えー、フランス立ち上げよりもっと前、のヨーロッパに来られたとに。ヨーロッパにいた時にね。えー、うん。えどう。そう意見はなんか要するに僕まだ入ってからその時き三三年とか四年しか経ってないんじゃないかな。うん、大賀さんがねなんか、うん、なんかビデオのフォーマットをねあの取やるためになんかフィリップスにねオーディオの テク,テクノロジーは全部やるとかねなんとか言い,、うん、言いに来たんですよね、はい、まあまあお母さんが常務ぐらいの時からなそれは僕は、まあ、すごくちあの若,若手ながらね反対って手を挙げてでそ,そんなにそのソニーの技術を上げなきゃいけないようなフォーマットだったらなんか弱点があるんじゃないですかとビデオの方にと言ったらばもうお母さんが怒っちゃってね、ええ、もう帰れ日本にとかそれで帰らされ、えー 僕らが「それで帰るぞ」って「いや帰,帰るぞと覚悟したんだけども、うん、そしたらなんか総理の人事部長がたまたま来たのか本当にわざわざ来てくれたのかわからないですけども何を言ったんだ」っていうから「価格しかじか」カクカクシカシカって言ったらば「いやお前が正しい」って言 <laughs> ってくれて <laughs> で日本に返すよりもフランスにさせんだっていうふうに <あ>そ,れそれがあってフランスに行きで,でもフランス行きというのはも,うもちろんそのソニーフランスをも立ち上げるためにいやいや全然ゼロですそんな人初めてのだって駐在員のあじゃあお一人で本当にもう左遷的にもうじゃあ僕は左遷と思わなかったから僕、ねうん、万歳と思ったからフランスの会社に入れるしこんないいことはないなと思ってーーあじゃあその後に数年後にそのソ,ニーフランスソニーフランスの代理店に一部屋もらってはい そこにいて、それでその会社を切ったんですよね。結果的には。うん。でもまあ本当にその間フランス人のな人にも助けてもらったし。うん。うん、ソニーフランスを立ち上げた後に森田さんとお二人で旅行をされたというのを聞かせていただいてす。うん。そうですそう,そうです、うん。それはもう全く仕事とは関係ない。いやでもろろれだれなんから自分時間経ってからですよ。え、うん、どちらに行かれたんですか。フランスのあのワイ,ワインワインワインのところに、ね。はい ロスティルドっていうね会社があってこれ大阪ユダヤ人だと思うんだけどもそれがオーナーに持ってる会社ですね、うんうん、あそちらにこう行っていや一箇所です一箇所で,、えー、でワインというとあの森田明夫さんは確かお酒は飲まない、ね、あ全然飲まないですね、えー、でもこうワイ,ンワイナリーも見られてなんかねご自身でなんかあのおじいさんかひいおじいさんかがなんか作ろうと思ってて名古屋で。 はい、えっと、森田めい、十一代目の森田めいきさん。です、ね、そうですか。えー、で、それが失敗して、うちに道具がたくさんあったらしくって。それでフランスに行けば、なんか、その。もう、なんか、スイクレットがあるんじゃないかと思って。うん、あの、いら、したんですよね。うん、それで、向こうでも、それ解体されて。あの、ワインもたくさん出してくれて。で。あの、畑も見たんですけど。結局、フランスの空気とね。それから、土の。あの、種類。 いうかそれによって、まあ、のフランスのワインの種類が違うんだなということが分かったんですけど僕は大変勉強になって嬉しかったんだけど、うん、森さんはがっかりして何だろう自然と,自然とこう崖みたいなこう少し傾斜になる土地とそれからなんか土のあれによるんだななんて言って、うん、じゃあその過去の,その森竹の先祖ができなかったことをどうなぜできなかったのっていうのを、うん、それをまあ調べに行きたかったんでしょうか、ねああ。そうですね、うんうん まあ中でダメに決まってると思うけど,うけどね。<laughs> もしこれでできると思っていたらひょっとしたらワインをまた作られたのかなっていうふうに思っちゃいますよね。<laughs> そうじゃなな。いか森田さんの、えー、おっしゃったことで伊江さんの本に書かれてたことなんですけどその海外にまあ進出するなら、まあ、それぞれの国のイのンサイダーにならなければうまくいかないと。 でまあ、その中でインサイダーになるためには現地法人を作ってその国の人を雇うことそしてその雇う人も一流の人を雇わないといけないというふうなことをおっしゃってたんですけどやはりソニーフランスをされた時もそういう人選をささんがいいろろ探されてやったってことこ、ね、若いですからねいろんな人に世話になりましたけど、うん、やっぱり森田さんはなんか大事にしなきゃいけない人が通りあって、うん、医者と弁護士だってよく言ってたんですよ。 でそれは今でもなるほどなっていうことがありますけどやっぱり弁護士は重要ですよね、はい、でフランスには僕はい,い,弁いい弁護士が当たって、まあ、その方が随分助けてくれたんで、うん、フランスはねもう何でもの制限の国でね、はい、僕はそのカラーテレビができた時にねもうフランスであフランスの方,の方式っていうのはあるんですけどフランス世界の方式っていうのはねアメリカと全然違うのが、はい、それをね 東京ででで作っってもらったんですよでそれがね、うん、ナルセイユに着いたんだけどその時にパテントがまだ降りなくてね,ねものすごい僕が苦労したんですよ、うん、それでもうね、うん、もう要するにフランスの役者にもう日産したのかな OK してくれってっていうことでして最後にね最終的にはソニーだけねそ日本の会社も外国の会社も含む初めてね外国の会社で もうあの教科が終わりたんですよそうなんですね、うん。だからその時にね僕ねあまり頑張りすぎてあの入院しちゃったんですけどね <laughs> 入院されてしまってそうそれでフランスの救急車っていうのがやっぱりタクシーみたいに金払うんだってことが勉強したりね面白かったけえ、本当にもうフランスというのは少しそのイギリスとかドイツと違った文化がいやでもね僕はフランスでいろんな人に会ったけど、はい あのマルセル・カルネさんっていうのはね映画監督で有名な方がいるんだけど、まあ、その人とあの僕はねお親父の友達のお嬢さんとか先輩僕年上ずっと年上だけど谷陽子さんっていう人がいてねそこで僕は世話になってよく遊びに行ってたんですよ。でその時に僕はその,その女性のころのところに行ってパーティーやってたん、ね、で20人ぐらいの。 それで僕はテレビを一生懸命見てたんだそしたらか突然ねマルセル・カーネ監督がね「いや君は夢のない人だな」と言って,て要するに「そんなのもうベランダに出て外の月でも見て,見てればいいだろう」っていうふうに <laughs> 言われてね <laughs>、ええ、それでショックを受けたのが今でも覚えてるんだけどだその人と仲良くなったりしてね、ええ、僕のフランスの中にこう入れたのはその谷さんという女性が、まあ、日本の一番初めのあれかなあのあの国際的な。 あの女優だけど、うんまあ、その人の本なんかも出てますけどね、うんまあ、その人に本当に大切にされて、うん、その点ではあの森田明夫さんも本当にもういろんな業界の方々と、うん、あの仲良くされていていろいろされてた本当にもう井出井さんもフランスでそのような,形でな方、うん、そうですねだからフランスのだからショールーム作る時もそういう人たちが助けてくれて、うんうん、だからそれも森田さんに全部紹介しましたけど。うんうん えー、そのフランスの後に日本に帰国された、えー、というのをあの読ませていただいたんですがそこでその横浜の物流センターに移動されたっていうのはちょっとすごくびっくりしたんです、うん、何で,ですか物流センターっていうとそのめ、まあ、あの失礼な言い方かもしれないですけどメインストリームからちょっと離れたところに行か,行かれたのかなっていうふうなイメージだったんですけど、うん、でもそこで実はそのコンピューターとの出会いがあったとっいうのを本で読んでます。 じゃあだからそこはもともコンピューターだらけで、要するにオーダーがあったらばそのコンピューターにそのそれをまあの入れるっていうのをみんなでうんもう何十人と、うん、でもその頃なんかあの車でこうデートに行ったりとかもされたみたいなこと、本に書いてたの、<laughs> デートはやないですよ社員で社員おお昼に一緒に、そうそう。うん。うん、あんまりその確かにねあまり。 いい仕事じゃなくて裏の仕事だっていうことはもう明瞭なんだけどそれはだから僕はその本社の言うとおりにソニ,ーソニーフランスを作んなかったのねだからソニーフランスの相手があのソニー本社は外国部ですけど僕の,あの入ったとこねそれがあのそのフランスの輸入代理店にそのまま取ってや,のやんなさいって言われたんだけど、はい。 僕はもう絶対反対だったんで、うん、それを森さんがフランスに来たときに、まあ、直訴したのね。あ、そうなんですね。<うん S 2> 確か、えっ、ー、と、トランシャン社かなんかと、の、方と大蔵大臣がなんか仲良かった。いや、というのは政商なんだよね、それはね、うん。いや、その辺、その、なさ、その人と。半七、五十、五十で作って、別れてから、うん、まあ、後でも、うすごい金を取られるっていうのは。明瞭だったから、うん。えー、僕は、反対で。 それで森田さんにそれを、まあ、直訴したんだけどね、うん、僕はそれで東京の言うことは反対なんですかどら「いやお前のやる通りとり考えるとおりやんなさい」って言われたんで、うん、それでそ,のそ,それをスエズ銀行と 50%50 50で作って銀行ならば3年後に買い,買い戻す時にいくらかね儲けさせたければ。 簡単に貼れるの貼れる。まあ、金融ディールだね。最近、そういうのが、そういうのは。流行ってると思いますけど。<うん S 2> まあ、そういう金融のディールをやった時。僕は金融に興味を持ったんだね。あ、そうなんですね。<laughs> だから、これで。帰ったら、金融会社に移るかなと思ってたんですよあ。じゃ、あもう、その、その時点でもうソニーを退職して。新たな道という。<うん S 1> そしたらね、森田さんに、それを見、み、見事に見抜かれてね。そうですか正 <laughs> しいんだな。 それで、うちの奥さんにいやあの井出さんは井出君はやめるかもしれないけどあなたが止めろよって言われたんだってあそうなんですねそれをまだ今最近まで言わなかったって <laughs> 最近お知りになったんです最近、それを知ったんだへえそれでもう思いとどまって <laughs> そうでそいやいや思いとどまって誰が止めてるか知らなかったけどさうん、うん。かか森田さんから、 いろいろいいなんかお話いや物流っていうのはね研究所の空にあったからね、うん、みんなあのこんなとこに慰霊がいるっていうんで大賀さんも来たし山さんも来たしあのどうだっていうからいやもう楽しくてしょうがないですよって、うん、もう日で夜がねもう暇でしょうだってその後、えー、オーディオ事業部の方にも連えたそれも何かあの、うん、本で読んだんですけどそれもお仕事もやめようと思って。 もうなんか仕事いやだからそれはだから戻,戻,戻してくれたっていうのは誰か分かんないんだけども、うん、も,もちろん森内さんだとかいろんな方がやってくれたんだけど、うん、まあ,あのテレビ事業部のその、まあ、ソニーというとその技術屋さんというイメージが強かったところに出井、うん、さんはまあ文系の出身者ということで、うん、だからまあ僕としてはオーディオ事業部が。 赤字だったんで、うん、そこをたいやこのならやらせてくれるかなと思ってそこのそこにお願いしたんですね。うん、そしたらまあ山さんという人も先密っつたらやらせてみようかとて言うし、うん、大川さんはまあ、うん、申し訳いからやらせてや,やらとか言って、うんうん、僕は森さんには相談したかったそれは。あそうなんですね。うん、でもその結果でも,もちろんそ,<の>それ森さんの耳には入ってると思いますけど。うんうん でもそして井江さんがそのオーディオに関わった時期というのはアナログからもデジタルに世界が変わった、うんね、ちょうどその時期で CD プレイヤーなどを、うん、開発の時だったっ、うん、それよりもね僕は経済あのあのビジネス的に学んだ方が多かったな,ああな要するにオーディオ事業部の,あの工場が、まあ工まあ、事業部ごとに工場があったんですけど、うん、今はそんなバカなことしないですけどねあの事業部ごとに工場があったんですけどそれを社内で あのビデオ事業部に売ったりねそういうことで、うん、要するに利益を出すっていうことを大切だけどそれもやり方を学んだのね、うん、そしたら2年目に迫られる CD が入ってきたわけ。 あの本で読んだんですがその、えー、CD プレイー最初の CD プレイーをなんを大阪のなんか量販店に売り込みに行ったらそこにたまたま森田明夫さんがおられたという話をそこで、えー、なんかお店の方がなんでソニーはコンピューターをやらないんですかっていう時にそこにとっさに入られて、うん、なんかコンピューターやろうと思ったらできるみたいなお話を、うん、だ,からだからデジタルでやるってなったんで、うん、要するにあのオーディオ事業部でなんかエンジニアでデジタルで分かる人を、ねうん、やって。 コンピューターをど,どんな状態だかアメリカに送ったりなんかしてね、自由にやってたんですよ、うん、でそこで、まあ、そあの森田さんの前で、えー、コンピューターも作れますよっていうふうなおっしゃったら、後日、森田さんに呼び出されたう,うんそうそうそう、うん、その次の週かその、その次の次の週ぐらいのに、呼ばれて、うん、そこでじゃあ、えーと、コンピューターを作れと言われて、もうそこからプロジェクトに。うん、あそうですねだから 僕はコンピューター自分で使うけどもそれは全く素人で分かんないって言ったらいやうちのエンジニアだって全然分かんないんだろうから <laughs> お前やれって言われて、うんでそ,のまあ、そこから MSC の企画のパソコンだったり、まあ、それがその技術とノウハウがその後のバイオの開発にもまあつながったということになるんですかいやまあそれが簡単,に簡単にいくんだったら <laughs> 誰でもできますよ。うん でそ,そ,そこから2年ぐらい3年ぐらいあってそのやっぱりコンピューターっていうのはあの8ビットの16ビットのとかだあったってね要するにビジネス用では業務用ではのあうまくいったんだけど、うん、コンシューマー用はうまくいかなくて辞める立場になったのねうん、うん、それで授業部はクビになったんですよそれで仕事もなく椅子に座ってるのって寂しいな <laughs> と思ってたんですけど、うん、そしたらなんか。 声がかかって、レーザーディスクをやろうっていう。レーザーディスクとかも、まあ、その頃っていうと、まあ、レーザーディスクの前には。えっ、ー、と、V. H. S. とベータ。いや、まあ、その後です。そ後ですか。いろいろ、本当にも大変な時期。うん、だから、それで、まあ、あの、レーザーディスクをパイオニアと一緒にやったんですけど。うん、まあ、それは、まあ、まあ、まうまくいって。 まあ、だけど、レーザーリスこのものがだめになりましたけどね。そういう時も。その森田さんはもう一つ一つこう指示を出すんじゃなくて、本当にもう任せるという形でいや。森谷会長って偉いから、そんな細かいことにいちいち口を出さすことが絶対ないし。うん、平社員がそんなにを森田さんにこね、こねくとするなんて考えられないですよ。 うん、でもなんかお話聞いてたとでも突然そのフランスにお二人でい一緒にこう旅行に行かれてとかいうのがすごくなんかいつもこうやり取りをされてるのかなっていうふうにちょっと思ったり、うん。まあそれはだからプライベートでゴルフやる時とかね、うん、テンスやる時とかね、うん、そういう時はご一緒でしたけども僕は、うん、その時絶対に仕事な話はしなかったあ、うん、もうその時は本当にもうまあスポーツだったらスポーツいやでも俺たちに会ってるからってね、うん、それを利用して何か行ったなんていうのは、うん、うよくないでしょ、うん、ただからもう本当に仕事な話はしなかった よくその森田さんが直接じゃあテニス行こうよとかゴルフ行こうよっていうのをう,<あ>う,うち電話かけてそうなんですよだから僕はいつもな森田さんはあの出張とか来られる時もあのミセス森田もご一緒に行動されてるということで、うん、そうなると伊出さんもあの3人でお時間を過ごされた時に、うん、なることがよ,よく森田家はなかよくパーティーが好きなんでね何、えー、<laughs> とかかんとかでパーティーがあって。うんうん それで僕はあ,の、まあ、あ,のあんまり偉なくない立場なんだから、まあ、靴でも整理しようと思ってそこに行ってたんですよ、はい、そしたらなんか取締レクランさんが随分あってね入ってきて「なんだ君はここにいたか」みたいなこと言われたけどね。出藤 <laughs> <laughs> さんから見てミセス森田の,の役割というかその明夫さんのそばでおられたどういうような。 それはもうあの,ああの要するに森田さんにはそのいろいろアドバイスをしたりそれからパートナーだったということでねやっぱりあのシのやったことは大きいと思うな。うん やはりそのパーティーでのおもてなしであったりそのビジネスでもこのサポート役としてミセスはまあおられたとということなんです、うん、やっぱりそれよりもあれじゃないかその重要な人の奥さんと親しくなったというか親しくてそうすると奥さん同士が親しいともうなんとなくもうその人も親しくなりますよね。そういうういい役割だったんじゃななかと思うな それから僕ね、ミニセス・モリタのことではね軽井沢ゴルフクラブで、あ,のそ,あそこの白らさんっていうのが、なんだっけ、白らす二郎さんが有名でしょ、僕があの人と3人で、僕が車を止めた時にね、こう車をこう任せたのね、そしたら、白らさんが、ちゃんと車、すぐ止めろとか言われて、あすいませんとか、こういう止めたら、その時森田さんの奥さんと一緒だったんですよ。 そし白石さんが何でもなんか知らないけど僕をあの後で呼んでね「あの君あの人はねあの口は悪いけどあの本当に親切な人だからあの大事にしてやってくれ」って <laughs> お「お前がちゃんとやらなきゃだめだぞ」っていうのうことをね白石さんから直接言われたんですよ <laughs> へ<ー>うん <laughs> それで僕はびっくりしちゃったけどさ<ー>そんなの見せずに言ってないけども。<laughs> <laughs> えー、森田さんはなんか映画がお好きだというのを少しもんで読んだんですけど森田さんが社員、まあ、あの幹部の方にも見せるためになんか映画館を貸し切ったみたいなエピソード、うん、なんかそう,そうですねどっかでやってましたね、それ今ね。入江さんも一緒になんか映画に行かれたりうん僕はどういうわけかね、要するに、うん、社会なんかに切符もらったからそれで行ったのかな、森田さんとお二人で行ったんですか。うんうん その映画を見て森田さんは何かこうこれ面白いよねとか何かおもいやーだから僕はあの見る視点が随分違って勉強になりましたけどねあ見る視点が、うん、例えばどんな、うん、例えばねあのプレティユー・ムーはね僕が見た時そう彼と彼女のやり取りにしっかり気を取られてたんだけども、うん、森田さんはいやーあれは本当に M&A の映画ですごいなとかを言うふふふ。<laughs> ああそうまあロマンスじゃなくてそのあの男の人が、えー、M&A の会社の社長だったんだな今から A はねあれは確か1990年の映画なのでまだその日本国内で M&A っていうようなことも全くなかった時代ですよね、うんうんまあ、森田さんはアメリカと同じに歩いてるからね森田さんとこう、えーまあ、お仕事じゃない時もこうご一緒されたりしてて、うん、その中でその森田さんがこう 言った一言であったた一でありとか、うん、何かそういうので今,今,今もう印象に残ってるような僕のほうから森内さんに一言言ったことがあるもん,<あ>なんですか <laughs> だってあの人はさゴルフってなんか早,早く回ることが命だと思,思っててさもうなんかもうもうパンと行っちゃうもうパッツキー走ろうとかいうようなことでさ、ええ、もう本当にゴルフ早回りなんだよね。 だから僕はゴルフは早回りっていう競技じゃなくてちゃんと数えて <laughs> <laughs> やりましょうって言ったことがあるぐらい <laughs> へえそ,そんなに早くプレーされる方だった、ね、いやすごいですよ、うん、じゃあもう本当にもう何度も何度もご一緒されてゴルフ以外だとテニスであったりそうですね僕ねテニスはね僕失敗しちゃったんだ森さんにあそうなんですか、うん、もう絶対クビになると思った 二人で組んでたのね要するに、えー、でそれでもう僕がこうバックハンドで打っ,ったまんがね森さんがちょうどこっちを向いたところだったんで顔にバーンとぶつかったわけ、えー、それで眼鏡がすっぽんじゃってね、えー、でその,そのゴルフやる前にこの眼鏡いかに高いかってみんなに聞かされてたからみんなもう眼鏡が飛んでったんだけど <laughs>、うん、本人はこっちこっちが出てあそんなに 当たってしまったんですね。だってもうね、十、うん、メーターないぐらいで僕のバッカンだて言われた強烈なんですけど、<laughs> <laughs> それがボーンといってぶつかっちゃったんですよ。はい、えその時なんか森田さんなんておっしゃってました。いや別に何も言えなかったですかね。うん。うん、でもきっと周りが、でもだからもう本当に本当ここにこうあの万速みたいなやつがあっていや大変な怪我だったんですよ。あ,あそう。うん。 森リさんの奥,奥さんとはね、あの亡くなられてからずっとなんかやっぱりあのあれは大事にしなきゃいけないということでね、で、2人でご飯食べに行ったんですよ。あ、そうなんですね。6ヶ月に1回ぐらいかな。はい。うん、そこでどんなお話とかされるんですか。いやなんかね、僕一番よく覚えてるのはね、あのこ,こうこうなんだそこうたな,なんていうかカウンターのね。はい。 一番左側にいてもうミセスがこ,こにいてだん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 話の時にこっちへ寄ってきちゃうわけよ。そんなにこうみせつはもう本当にこに寄ってきてお話をこう。いやもう熱心にお話されるからさ。そ,ううん、それをね京都の今,の今,の今のだと親友になったけその頃しなかったんだけど京都の,あ,のある小さなまあ中堅の会社の社長さんが見ててね あ、あれはもう、井出の奥さんだと思ったとか、言あ、それ。<laughs> <laughs> あんまり親密に話してるから <laughs>。<laughs> そんな噂が立ったら、またそれはそれで大変。いや、そう、すぐ調べたってさ。え、井出さんは九十五年に、まあ、社長に就任されて。まあ、そのソニーのファウンダー、そしてファウンダー世代ではない、プロフェッショナルな経営者として。確か六代目の社長になった。 プロフェシャルどころじゃないね僕はどっかでプロフェッショナルなことって書いたけどさやはりその最初のこの伊江さんほどこういろんなところをこう見てきた方っていうのは数少なかったのかなというふうにはいや経営,経営そのものは全くやったことないですからね、うん、でも僕はそのさんんに断ったんですよあの今でも覚えても,うものすごい鮮明に覚えてるけど関,関西の大,大地震ね神戸の。はい 神戸の1995年の地震の時にあのフ,ァファミリーで旅行してたのねで娘が結婚するから最後の旅行だと思ってもう,そう,そうすごくハッピーだったわけよそれ帰ってきたら小川さんに言われてもう,もう僕は即座に断ってそれで僕はちょっと今 DVD のフォーマット争いだからよ出張が次,次の日からありますからそうあの断って行ったんですよで。ヨーロッパ行ってからもう 断りのの,のお手紙を書いて、それで断ったんです二回。それも岡さんも全然聞く耳持たずね。うん、で、もう本当に社長のもうそういう社長をやる特に断る断ったにかかわらず返事もなく <laughs> そのままややなっちゃったということなんだ。だけども。 その時に旅行行きながらね大岡さんっていうのはやっぱり言い出したらもう大変僕はこれ断れないなというふうに諦めてその,あの思ったんでこれこのソニーの創業者の持って持った夢というようなものをこう時代が変わって僕から見ればアナログからデジタルに変わるのがもう早く変わったって見えたんでデジタルに変わってこの夢を実現をさせなきゃいけないと。 その時は、もう伊深さんはあの会長でもなく森田さんもそういう目では引いてたから,だからだからそういう面では大賀さんしかいなかったわけね湯山ああさんもいたけど湯山さんも前,から前に亡くなってしまったからそれで創業者が3人以内いないという時でこの創業者の夢を何とか実在につなげようというのが僕に託僕にされた。うん なんか使命だなっていうことでもう諦めてだからもうしょうがない引き受けようということで引き受けたっていう <laughs> とてつもないもうプレッシャーのようなもの、ね、をやはり感じながらいやそうです、ねね、ものすごいだったら僕はだからもう自分のプライベートの時間ゼロで、うんうん、やるしかしょうがないと思う じゃあもう本当にもう井出井さんの経験そして、えー、まあ感性でどういう形でしていくかっていうのを突き進んでいかれた。まあそこでやっぱりだから僕はデジタル・ドリーム・キッズっていうのをやった、うん、ドリーム・キッズっていうのはこの創業者ほとを言ってるわけですよ。ああだからあの森田さんも要するに,あの要するにデジタルの。 新しいのには夢を持つような子供みたいな無邪気なところもあるし大川さんも見てもそうだし山さんも技術者としてもそうだしもう井部川さんとしてはもっとそうだよねだからそういうふうにデジタルに夢を持つっていう人たちっていうようなことでデジタルドリームキッズってあったのね今や本当にもうさまざまな分野でソニーは活躍してるんですが こ,こははややっっぱりソニーは世界一だななていいううような何か,かいや僕は森田さんと文化さんともその先,に先のことに関してはね、うん、あのいろいろと僕の思うことも言ったし向こうもの言うことも聞いてたんだけども僕はやっぱりそのデジタルが今度の,この10年っていうのねそういうの来てくれてそのデジタルっていうようなものをものづくりから変えていかなきゃいけないと思ってたんでね。うん で、まあそ、それに対してやっぱり、あの森田さんの,のまあ、みんなに対する最後のスピーチかなそういうのをあのソニーはアメリカをもう一遍見直そうっていうスピーチをされてたんですけど、うん、それはもうすごく記憶に残ってて確か数年前には逆にアメリカでアメリカは日本を。 見習ううべきだっっっていうのもおっしゃたた時もあったんですよねあそれはそうですそれはだからものづくりの、うんうん、だから日本がその最高潮の時っていうようなものはアメリカが日本を学ぶべきだというようなことも言われた頃なんですけども、うん、まあ僕が引き受けたも九95年とかそれから2000年ぐらいになるというくるとものづくりっていうようなものがあの、まあ、ソニーショックっていうのもあ,ありましたしね。それは 今の,今の中国で何とかショックって言われてるように、うん、結局その時代の変革の先行きを言ってるわけで、ね、金融の人はもう目先は聞くからでその時にものづくりから変わるっていうようなになってたっていうようなことですねだからまあそういう意味じゃ森田さんの先見の目というのがあったんだよかな。